はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー続きやっていきたいと思います。ですね、前回ですね、とりあえず全クリしてエンディング向かいました。そして、まあ、セーブできまして再開したらいきなりここから始まりましたね。おお、帰ってきた帰ってきた。で、レアモンスター君いるじゃん。まさかあの話は不可視？まあ、んなことどうでもいいや。それより新しいグランプリの話聞いてよ。これまでのグランプリ協会は何年かに1回バトルグランプリを開くだけだったでしょ。でもそれじゃダメだと思うわけ。もっと攻撃的にいかないと。てなわけでこれからは年がら年中いつでもグランプリをやり続けるから。あ、前のルールのままだといろいろきついからそこは変えるよ。まず選手たちはある条件をクリアしなくちゃならないの。条件ってのは闘技場 SS ランクとスカウト級ファイナルのクリアよ。まあ、スカウト級はね、いけますけどね。闘技場 SS はね、SS か、まあ。モンスターによりますね。で、それを達成した選手だけが会長、つまり私と戦えるわけ。お、アロマと戦える。題して、アロマグランプリ。どうだ、参ったか。実に言いますとね、このアロマグランプリですごくいいものもらえるんですよね。まあ、それがあれば、コンプリートできんじゃないかなと思うんですけど。とにかく君にはアロマグランプリに参加してもらうから。特に選手登録みたいなことはないけど、受付で説明を聞いていくといいわ。だからそのランク S でね、まあやられますよね。ランク SS をクリアしないといけないぐらいなので相当やばいですよね。私と戦いたかったらアロマグランプリに挑みなさい。ちゅうか絶対参加しなさいよ。これは会長命令なんだから。会長、前会長がいなくなってもいいことに。まあ、ここで説明は聞けますよね。話は会長より伺っております。アロマグランプリの説明ですね。参加選手はまずある条件をクリアしなくてはなりません。その条件とは闘技場 SS ランク、スカウト級ファイナルの2つです。それぞれサンドロ島とノビス島でチャレンジしてきてください。そして条件をクリアした者のみがゲブズ、アロマ会長と戦えるのです。アロマグランプリには開会式はなく、スタートは選手に任せられています。どうぞ頑張ってくださいね。さてまあ全クリ後に行けるのでね、やはりそれなりのレベルはあると思いますので、となってくるとやっぱ配合とかね、レベルも重要になってきますよね。ということで、まず行くべき場所はノビス島ですね。ノビス島から片付けていって、最後ね、ランク SS のね、闘技場やっちゃいましょう。 S までクリアしているので、してないのか、 S か、次 S すらクリアしてない。 A までクリアしているので、 S やって SS ってやってね、終わりましょう。でね、その次にアロマグランプリ。アロマの条件をクリアなので、とりあえずノビス島に行って、スタート級ファイナルなんでね。もうクリアしたとてやり尽くしますからね。はい、ノビス島のスカウト級の場所に来ましたね。ただ条件的には、デオドラントは、グランプリがね、終わった後に、都のメタルエリア行けるんですけど、スカウト級ファイナルはね、全クリ5ですね。ここはノビスト名物、スカウト級の受付じゃ。スカウト級をクリアしたお主は、次のステージへ進めるようになった。さらなるステージ、スカウト級ファイナルのスタートじゃ。といっても、指定されたモンスターを連れてくるルールは前と同じじゃ。ただし、問題の質が変わって、おつむを使うものになっておるかな。さて、挑戦料。1000ゴールドでスカウト級ファイナルに挑むかね。はい、2500しかない。では始めるとしよう。スカウト級ファイナル第1問。大サソリ、リップス、なるほど、トラ男、コングヘッド、これしりとりだね。だからスで始まって、最後トで終わるモンスター、スライムナイト。さて、この過去に入るモンスターは何かの。さあ行くがよ。まあ、そうだね。スライムジェネラル。スライムレジェンドとかいなかったっけ？いないね。スライムナイト、いたな。そういえば。はい。かなり昔にね、手に入れた、このスライムナイトいますね。絵面って、ね。マスターからスカウトした感じですね。吹雪がもう、スキルマックスになってます。はい。大サソリ、リップス。これ、あれだよね。吸い取りだよね。さて、この格好に入るモンスターは何かの。はい、
はい、ライジもクリアじゃ。リップス、巣が頭につき、虎男の戸がお尻につく。答えはスライムナイト、つまりしりとりだったわけじゃ。それでは商品としてエルフの聖水をくれてやろう。お、いいね。はい、大事も挑戦料1100ゴールド。あー、次お金持ってこないといけないね。では始めるとしよう。第2問。恥ずかしがり屋さんのモンスターを連れてくること。恥ずかしがりのことを他に何というかよく考えるのじゃな。さあ行くがよい。これは分かりました。これに似たような問題ね、違うゲームでも出てるので、とりあえずね、そのモンスター連れてきます。まあ、行ったり来たり大変ですねこれね。まあ、何の問題かは分からないのでね、出るまでどっちみちお金下ろしに行かなくちゃないので、とりあえず行ってきます。はい、ですね、これもね、スカウトしたモンスターなんですけど、シャイニングですね。恥ずかしがり屋をシャイって言いますよね。はい、多分合ってると思いますけどね。もうクリアじゃん。シャイニング、恥ずかしがり屋だけにシャイニング。こんなのどっかで聞いたことありますね。これだったかな、違うゲームでも多分ありますね。む、そんな冷たい目で見るでない。わしだって辛いと思っとるが、これはそういう問題なんじゃ。それでは商品として世界中の雫をくれてやろう。まあ宝箱に入ってますけどね。じゃあ3問目いきますか。100ゴールドずつ上がっていくね。なくならないだろうな。まあ一応9500ありますけど。はい、3問目。今回全部やります。サービス問題。RPG するなら、ドラゴンクエスト。ドラゴンか。この括弧に入るモンスターは何かの？さあ行くがよい。まあすぐわかるけどね。連れてくるの大変なんだよね。じゃあまた連れてきたいと思います。ドラゴンですね。いましたからね。ドラエ。はい。RPG するなら、はい、ドラゴン。お見事、第3問クリアじゃ。答えはズバリドラゴンじゃ。やっぱり RPG をするならドラゴンクエストに限るの。もう全クリ後のおまけみたいな感じだねこれね。それでは商品として金塊をくれてやろう。 お金、まあ、売ってクイズ料にしろって話か。さてスカウト級ファイナルは全10問、挑戦料1300払って、あ、行きましょう。足りるかな最後まで。では始めるとしよう。スカウト級ファイナル第4問。バル、ん？バル、なんとか、ドラゴン、大木槌、首狩り族、バル、あ、文字数かな、これ。3文字。だよね。ドラゴン4文字、5文字、6、あ、そうだね。あ、案外。これ IQ テストみたいですね、これね。案外、解ける。3文字のモンスター。それだ。何書いた？ 3 文字。3文字？3文字のモンスター何かいたっけ。ちょっと探してきます。あ、コドラとかもそうだけど、まあまあ多分いると思うけど。はい、素晴らしいモンスターがいました。まあ交換で手に入れればこれ多分大丈夫だと思いますけど、スカートファイナルの問題がこれ3文字だと思いますけど、多分そうだと思いますけど。はい、モンスターなんか不明だけど。はい、お見事、第4問クリアじゃ。トロで。つまり3文字の種族名を持つモンスターが答えだったわけじゃん。やっぱそうだよね、3文字だよね。トロで。探してたらトロでがいたんで、ああと思って、交換しといてよかったですね、これね。まあ、あ、もう配合するともったいないですかね。今手に入んないですよね、これ。レベル41ってのがね、またね、交換したモンスターっていうのも、すごいわかりますけど。問題に出てくるモンスターは1文字ずつ名前が長くなったことやろ。それでは商品、お、賢者の杖をくれてやろう。じゃあ5問目か、早くも。はい、じゃあ行きましょう。ホイミスライム、夜の帝王、キメラ、ダイオウイカ。ん？この4体と共通する、ん？共通点のあるモンスターを1体連れてくること？ヒントはキメラに注目じゃ。キメラ、キメラの翼？キメラ、え、どういうこと？ちょっと待って、何？ホイミスライム、夜の帝王、キメラ、ダイオウイカ、キメラに注目。ホイミスライム飛んでる？違うな、ダイオウイカは飛んでないもんな。そ
ういう話じゃないな多分これ。ん？これもしかしてだけど呪文かな。キメラってメラだもんね。こういう意味でしょ。え、夜の帝王イオ大王ウイカイオ。え、でもひらがなだけどいいの、これイオとかイオだよね。イオ名前入ってるよね呪文のね。呪文のついたモンスターってことは、え、ホイミスライムそうだろ。じゃあベホマスライムとかでもいいってことだよね。あ、呪文がついたモンスターなんかいたっけ。はい、素晴らしいモンスターがいました。もう呪文、多分呪文だと思うこれは。はい、多分合ってる。スライムベホマズ、ホイミスライム、オラ、そうだ、夜の手イオウキメラダイオウイカ、だから呪文だねやっぱりね。お、これちょっとね、ちょっと考えた。これ種族名の中に呪文が入ってるモンスターじゃな。呪文って言ってもね、これスライムベホマズンですからね。ベホマとベホマズン入ってますよ。だから2個呪文入ってますよ。2倍ボーナスとかないんかな。そんなわけで答えはスライムベホマズンになるのじゃ。になるのじゃっていうか他もいますもんね、これね。まだ多分いますよね。それでは商品としてバスターウィープをくれてる。お、フルティーになってきた。はい、6問目いきましょうか。1500。もう足りなくなってきたの、お金が。ん？暴れ牛鳥、いたずらモグラ。文字数じゃないな、これ。3番目、エビラ、大目玉。暴れ牛鳥、いたずらモグラ、7文字、7文字、3文字。あ、わかった。頭文字。あ、い、う、え、おだ。わかります。あ、暴れ牛鳥のあでしょ？あ、そういうことか。で、これ、うの、つくモンスター。え、うってなんかいたっけ。う、ウルトラキメイダ、ここいないもんなこのゲームに。さあ、このカッコに入るモンスターなんだろうか。さあ行くかよ。うの入るモンスター。う、牛、そうだ、う、う、あ、何気に思いつくようで思いつかなかったわけだ。うのつく、最初にうのつくモンスターって動く石像しかいない。まだ捕まえてないだけかもしれないけど、今見てたんですけど、まあこれはね、またね、図鑑はね、後でパートで出しますけど、動く石像だ。これ作んなくちゃいけないな。じゃあ一回作っていこう。さて、また連れてきました。動く石像だね。そうだよね、ああいうようだもんね、これね。はい、やっぱそうだね。50音のア行が頭につくモンスターだったわけじゃん。ウが頭につくモンスターは実は動く石像だけなんですよ。そうだよね、今探してたんですよ、ライブラリーでウのつくモンスターは動く石像しかいなかったんですよね。じゃあいないんだね、他に。それでは商品として賢者ブックをくれてやろう。はい、あ、賢者ブック。さて、スカウト級ファイナル10問。お金もちょっと持ってきたんですけど、第7問。09はオーク、3329はミミック、ミミックだよね。では1918、イクイバコ、ひとくいバコか。モンスターは何じゃろうか。ひとくいバコだ。さあ行くかよ。ひとくいバコか。デオドラントの祠に行かないと手に入らないな。まあ他の場所で、まあ宝箱を開けたら出てくる時もありましたけど、捕まえとけばよかったな。じゃあちょっと遠いけど行ってこようかな。行ってきます。あ、いましたわ、あの人次郎って人食い箱ね。はい、1918、人食い箱が示す人食い箱だね。お主見かけによらず、なかなか頭が回るようじゃな。それでは商品と、いいのやり。おお、だんだん優れた武器になってきましたね。さて、1700ゴールド払って、金足りるな。あと2回だから、当たりますね、ギリ。闘技場が足りるかって話ですね。え、とにかく長生きに登ることを命令してくるモンスターといえば？え？
人面獣？違うな。長生きに登ること？長生き。長生きに登れ。長生きに登れ。長い。え、ちょっと待って、これまさか。え、すごくない？今一瞬で。え、まさかな、嘆きの亡霊じゃないよな、これ。長生きに登れ。え、これ、今ピンときたってやつか、これ。え、待って、まさかな、そんなふざけた答えじゃないだろうな。この問題は、長生きを、荒くれ風に言うのが、嘆きの亡霊じゃん。嘆きに登れってことか。すげえ。今ちょっと咲いてた。じゃあちょっと嘆きの亡霊いたと思うけど、いなかったらフラワーゾンビ、あ、めんどくさいな。フラワーゾンビ配合で嘆きの亡霊作れますね。じゃあちょっと連れてきます。確かまだ1体いたような気がする。はい、ですね。いました。ナゲミョン。これ嘆きの、絶対そうだぞ、これ。ほらな。長生き登れ。長生き登れ。長生き登れ。分かってしまった自分って、もうダメだな、年だな。わけわかんないギャグがなんかすぐ浮かぶようになってくる年なんだな。やばいな。そう、正解は嘆きの亡霊じゃ。言っとくが、わしは別にダジャレ好きというわけではないぞ。うん、これ言いたかった。うん、私も別にそういうわけではないけど、なんかね、すごいね、くだらないダジャレをね、言ってる人がいて、聞きまくってたら、なんかそういう頭になってきたな。それでは、お、ドラゴンスレイヤー、商品としてドラゴンスレイヤーをくれてやろう。おー、問題に、まあ、そぐわない、かっこいいアイテムですね。はい。じゃあ次、9問目でしたっけ ?8 問でしたっけ、あ、9問か。じゃあ、あと2問だ。また変なんじゃないの。空より高いところにいるモンスターといえば、何それ、スカイドラゴンなんかいないよ。何それ、空より高いところにいるモンスター、宇宙。ん、雲、宇宙、雲の敵いた、いないな。雲、空より高い。ヒントは音楽じゃん。ソーラーシード、あ、ちょっと待って、本当にそれ？ソーラー指導。魔王連れてこいって？え、待って、え、本当にそれ？え、ちょっと待って。嘘でしょ？ちょっと待って、指導使っちゃったじゃん。え、マジで指導なんかな、これ。音楽。だってドラミファソラ指導でしょ？ソーラー指導だよね。え、ちょっと待って、指導。さ、先ほどの動く石像と、魔王の使い配合したらできるので、魔王の使いか。ちょっとレベル上げてこなくちゃね。ノビストレベル上がんないじゃん。いるかな、魔王の使い。確かいたかな。ちょっと動く石像もレベル上げてこなくちゃいけないので、いたかな、いたかも。動く石像じゃなくてもできるんだよ。じゃあちょっと行ってきます。はい、指導、レベル1。動く石像じゃなくて、あれでもできますね。何でしたっけ？バッファロン。魔王の使いと、バッファロンちょうど持ってたんで、配合して持ってきました。だからレベル1でね、まあ、真っさらな指導ですよね。これ指導で違ったら嫌だよ。せっかく作ったんだから。まあいいけど、指導いなかったから。音楽に関係すること。楽器の名前かなとかもね、思いますけどね。なんかシンプルに指導ですよね。やっぱりね。空より高いのは指導。すなわち答えは指導じゃん。ひどいなぁ。ラスボスこんな扱いすんだもん。S ランクのモンスターさえ連れてくると恐れたな。もうだいぶ前に作ってたぞ。それでは、お、商品として禁断のバイブルをくれてやろう。これって何なの？ずっと使えるわけじゃないもんね。まあ、オスメス両方のモンスターが出てくるんですよね。使ったらね。お、最後だ。2000ゴールド払って。最後だね。お主が最初に仲間にしたモンスターと同じ種族を連れてくること。種族？これが本当の最終問題じゃ。さて、お主は覚えているかな？いたずらモグラでしょ？ちょっといたずらモグラ捕まえてくるかじゃ。この辺りいるもんだって、いたずらモグラ。
に夜になってしまった。イタニャン。スカウトしてましたね。レベル1なんだね、これね。いたずらモグラでスカウトしてましたもん。はい。実はお主の最初のモンスターが何なのかわしは知らん。だがお主がそうだというならそれが正解なのじゃろうな。それでは、お、商品としてオリハルコの爪をくれてやろう。もうだいぶ強くなったな、これ。ミルドラースとか装備できるよね。これでカズボーは全10問クリアじゃな。楽しかったスカウト級ファイナルもこれにておしまい。そしてアロマグランプリ2つの試練の1つをクリアしたわけじゃ。よくぞあの難問、鬼門揃いのスタート級ファイナルを突破した。お主のあの男に出会ったこと、わしは誇りに思うぞ。いやー、まあ難しかったかなと。なんかちょっと頭ひねれば、なんかできるような感じかなって感じですね。ということで、S ランクと SS か。じゃまたお金貯めなくちゃいけないね、これね。このパーティーじゃ絶対無理なので、ちょっとね、前やった時 S ランクの2戦目でやられたので、メダパーニャ対策しなくちゃいけないな。あれ食らってしまったら元も子もないので、レベル上げてこようかな、ちょっと。まあ、その方がいいかも。で、スペディを出せないので、キングスペディをね。なんで、また調整していけばいいかな。だいぶレベル上がったので、まあ、いけなくはないと思うんですけど、ちょっとやってみます。はい、サンドロ島に来ました。ここの、まあ、S ランクですよね。トロで連れてきました。まあ、何気にね、ちょっと使ってみたかったんで、レベル41あるんですよね。ここをじゃあ好きなランクを選んで、闘技場に使用できるぜ。ただし、同じランクで何度買っても、商品がもらえるのは一度きりだ。そこんとこを踏まえておいで、サニーちゃん参戦するかい？ここだよね。勝たなくちゃいけないの。じゃあ S ランク2000ゴールド。アトラス、トロでデスピサロ。まあ、これでいいと思うけど。これ前負けたんですよ。まあ、もっと弱い時だけど、レベル10いくつかでいってね、負けたんですけどね。今もっと強いんで、あ、そっか、こんなんだったの、そういえば。いけると思うけど、全員 HP がね、400超えて強っ。いや、もう余裕ですね。案外苦戦するかなと思ったけど、うわー、アトラス強っ。で、トロデが攻撃されても、あれもってですね、カウンターついてんですよね。カウンターすったもん、これ。おお、素晴らしいね。あ、余裕かも、本当に。S 余裕でも SS は余裕じゃないかもしれないからね。まあ、そういうのもありますんで。まあ、今回やっちゃいますけど、全部。で、次回、アロマグランプリ出ようかな。あれ、確かなんかいいもの盗めるってね、話聞いたんですよ。確かね、なんかね。この缶ですけどね。お、真ん中倒してくれればちょっと嬉しいかも。お、いいね。そこメダパーニャ使うから。お、いいね。砂煙。全員入ってるし。ミスか。いや強いな、トロで。オッケーオッケー。デスピサロ封じられたら回復できないね。アトラスここまで強かったっけ？武器か。そっか、悪魔の鍵爪とか装備してるからね。はい、3回戦始めるぜ。この後にまたね、SS が控えてるので、ダブル S って言えばいいのかな。次何出てくるの？うわ。こう来たか。サイクロプスはいないのね。おー、いいね。アトラスから倒してくれた方がやっぱいいよ。お、倒した。オッケー。こっちにもいるけどね、アトラスやばい。ちょっとした強運。なるほど。あの後にこんなんが控えてたんだね。もうゴリ押しでいけると思います。SS どうなんだろう。まあ、結構 S 余裕だから、SS は回復混ぜればいけんじゃないかなと思いますけど、とりあえず連続でいってみましょうか。
S ランク制覇だ、この野郎。商品としてゴールドカードをくれてやるぜ。おー、いいもの持ってる、これ。売ってるものが安く買える。だから世界樹の葉とかも売ってるんで、安く買えますよね、あれね。これであんたは SS ランクにチャレンジできるようになったわけだ。また来てくれよな。あんたのバトル楽しみにしてるぜ。よし、やるか。あ、満タンだね。よし。いくらすんだろう。3000だ、持ってる。これで行こう。行ってみよう。条件クリアしないとね、いけないんで。それじゃあ SS ランク第一戦を始めるぜ。甘く見てるかな、もしかして。これ以上だよね、アロマグランプリって、絶対。お、なんだ。あー、ここに出るんだ。オセアーノ、オクトセントリー、グラコス。オセアーノは作りましたからね。まあ、隠しっていうか、隠しなんかなと思ったけど、そうでもないんだね。お、口を塞がれた。主人公。お、強いね、やっぱ。オッケー。だいたい300、400で倒せる。アトラスの攻撃がやばすぎるので。あ、遅いね、これね。オセアーノ。名前、オセアーノだけにね。あ、口塞がれた。お、いいね。あ、楽勝だね、結構。でもまだ見ないモンスターとか出てくるかも。メタル系とか出てくるんじゃないだろうな。そしたらちょっときついけどね。メタルじゃない方を先倒してほしいとか、そういう話になってくるから。あ、そうだ。あ、これも作った。ドン・モグーラ。あ、ここで、あ、こんなんいるんだ、みたいな感じでね、わかるときもありますね。これ、ガルマットの、みたいな感じじゃない？ああ。だから横が魔王の使いと、嘆きの亡霊だったけどね、ホワイトキングになっちゃってるから、いいね。あんまり食らわないのに、カウンターで倒せるっていう。あ、素晴らしい。いける。ドン。そっか、今下げられたんだ、ダウンオールでね。そろそろデスピサロ、回復してほしいけど。ブレスクラッシュ。おー、トロで強い。背後したくないな、これ。いよいよ最終戦だ。こいつらに勝てるかな？それじゃあ、SS ランク第3回戦を始めるぜ。さあ、何が出てくるの？ああ！あ、あ、あ。暗黒魔術者。これ、ドラゴンクエスト8の、まあ、8をプレイされた方だったらわかると思うんですけど、この組み合わせ。わかります。暗黒の魔人が出てくる前に、ね、まあ、こんなのありましたよね。お、カウンター。何ナトロでのカウンター。いや、これでいけるかも、メンバー的に。おー、きつ。それはひどいわ。あ、でも暗黒の魔人だけだからね、一番最後に動くんで。あ、落ちた。落ちたけど、もう2体でいけるよね、これね。おー、強いな。あー、いけた。よかった。まあ、デスピサル落ちちゃったけどね。はい、超絶大当たりの音楽。ついにやりやがったな。SS ランク制覇だ、この野郎。くそ、柄にもなく感動しちまったぜ。お、商品のディバインメースだ。持って行ってくれ。カズボウはディバインメースを手に入れた。これであんたは闘技場のすべてを制覇しちまったってわけだ。もうここには用がないかもしれねえが、よかったらまた来てくれよ。あんたのバトル、俺はまだまだ見てみてえんだ。ここじゃ好きなのか。ああ、そうか、そういうことか。いいんだよね、これでね。お、アロマに挑むになってる、次の目的は。こんなにだっけ。さすがカズボウ先輩、きっとやってくれると信じてたす。もう恐れ多くて、ただ先輩なんて呼べませんよ。これからはすごい先輩、略して SS と呼ばせてもらうす。そういう意味だったの？すごい先輩ランク。
やっと引き上げようと思ってたのに、アルマ新会長に引き止められてね。新しいグランプリに協力してほしいって頼まれたのさ。うちの人も、あの小娘も全く何を考えてるんだか。真珠みたいな呼び方してる小娘って。さて、アロマに挑むか。アロマに挑んでから、配合の方がいいかな。配合してから挑んでもいいけど。ね、最後配合をやって、全部、とりあえず一回戦ったら、今の暗黒の魔人とかも作んなくても、今戦ったんで、もしね、捕まえてなかったら、なんて言えばいいんだろうな。まあ、図鑑には埋まるけどね。でも戦った時にチェックマークとかがないですよね。あれで捕まえてないので、まあそれをね、全部ね、チェックマークをつけるのが目的なので、とりあえずね、まあこんだけ魔王を作ってるのに殺人怒りとかね、まだ作ってないのがいるので、まあもらえますけどね、あれね。あれ配合できるみたいですよ、リンリンとかとね。あと、アンクルホーンとかも、コサックシープと何でしたっけ？バッファロンか。あれで配合したんですけど、プークプックでもできるみたいなんで、自分ね、めんどくさい方やってたのでね。いろいろなんかね、できそうですね。ということで、まあ、今回これ終わりたいと思います。次回ね、アロマに挑んで、まあ、アロマをちょっと対策考えないといけないね。うん。その後に、メタル系とか捕まえてね、じっくりに配合していきたいと思います。あれ多分相当難しいので、まあ、攻撃力上げたりね、レベル上げたりしなくちゃいけないので、時間かかるんでね、先にね、この調子だと大会もいい感じでいけるんじゃないかなと思うので、まあ、そこを攻略してから、まあ、じっくり作っていきたいと思います。なんでね、まあ、その後にね、またね、まあ、ドラケジョーカーとかもやりますけど、ジョーカー2とかね、やりますけど、まあ、それをやってね、まあ、違うゲームやったりね、まあ、先に、まあ、他のゲームやるかもしれないですね。そしたらね、その後にジョーカー2とかやってね、先に全部やってしまうと、楽しみにしてるもん全部終わってね、次ね、何やるかってなっちゃうので、まあ、じっくりやっていくので、まあ、その間にね、他のゲームもやりますんで、まあ、それね、ご了承の上でのね、ご視聴いただけるとすごいありがたいです。ということで、今回こだわりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。